熱湯とステロイドはは麻薬、はいどうもです、まあ、俺って基本的にねあんまり悩みを抱えないタイプで、まあ、悩みらしい悩みってあんまりないんだけど、まあ、強いてねもうこれは完全に悩みだろうって言えるのが一つだけあってそれがアトピーなんですよね <laughs> アトピーって、まあ、一応分かんない人のために説明しとくとねあの、まあ、日本人だとだたい10人に1人くらいが、まあ、持ってる。 なんか病気っていうんですかね。病気っていうか体質っていうんですかね。まあ、アトピーソインつってあのー、な,なんだろう。なんだろうね。まあ、簡単に言えばんん。暴力防御力が低いってことなんだよね。だ肌が弱いとかアレルギー体質とかで。まあ、要はあの刺激とかで痒みをが引き起こしやすいっていうまあ。そういう体質のこと。まあアトピー性皮膚炎みたいなのがあ,あって。 で、まあその中にも。まあいろいろ段階があるわけよね。なんか軽度のやつだとまあちょっと痒くて。まあ少し赤くなってる程度でまあ、中度とかのやつだともうあの体の半分とかがバーって真っ赤になっちゃって。もうどうしようもないで、重度だともう。さらにもう全身。まあ全身はないか。まだ、あ、もかなり範囲が広いで掻きむしってもう。 パパリッパリもうあの腕とか顔もパリッパリでなんか外に出るのもかなりきついみたいなやつででさらに重度のやつだともうあの生活すらもうま,まともに成り立た,たないみたいななんかそういうレベルがあって多分俺ってその軽度と中度の間ぐらいなんだろうけどまあとにかくかゆいわけですよね。 で人間って、まあ、痛みってある程度は耐えられるけどかゆ、まあ、みってなんか絶対に耐えられなくて <laughs> でまあ書いたらね書いたら悪化するって分かっててもやっぱりこう知らず知らずのうちに手が伸びちゃうわけですよね。で実際なんかのデータでねなんかゆみを我慢している人ってなんか全体の5%ぐらいしかいないらしくてまあ俺はその5%には多分入ってないのかもしれないよね。 まあ最近はもう全然書かないようにこう「ああ」ってこうかゆみを我慢したりするんだけどでもやっぱね寝てる時とかもしかしたら書いちゃってるかもしれないんだよねで朝起きたらうわーもう真っ赤になってるよみたいなまあどこかっつうとここなんだよねここあの右腕のなんかこの関節のところと左腕の同じとことあとねお腹、もうあの。 お腹腹腹のの下腹部下部部でですすよよねねま股周りこの辺がもうめっちゃかゆくて真っ赤になっててあとはまあ左胸んとこだねだその4か所が結構真っ赤になっちゃってるんですよでもう,わもうこれ見て分かりますよもう,この、うん、もうすぐで多分中度くらいまで行っちゃってるけどまあ実はこれでも結構あの収まってきた方なんだよねで,、うん、で前はこうバーってでも真っ赤だったっけ しまあ、それってあんま動画で見せないようにしてたんだけどまあ今はもう結構収まってきてもうこのぐらい、うん、まあ、ちょっと赤いなーくらいまでい、うん、ってたけどこれがひどい人だともうこうなんだろう全体がバーッて真っ赤でもパリッパリとかになってるわけですよ。まあ、そこまでは、うん、まあ俺は言ってないんだけどまあでもなんかアトピーって。 なんかまあ、クラスに何人とかいるじゃないですか学校とかでそういうのって結構いじめられがちだったりするわけなんだよね。で俺はそのアトピーの辛さっていうの知ってるからあんまりそういうなんかなんでアトピーだからってこういじめられるのかみたいなのっても全然わかんないんだけど、まあ、要は見た目が気持ち悪いからなんですよね。俺俺らはやっぱ、ね、俺もやっっぱぱねもこう こう自分の絡みってなんか気持ち悪いなみたいなこと感じることも結構あるしねなんかそれがかまだね顔じゃないからまだいいけどさこれが顔とかさあの手の甲とかさまあ人に人目につきやすいところとかでもう真っ赤になっちゃってると確かにそれはあのなんか気持ち悪くてなんかいじめられるのもわからんでもないけどまあやっぱそもそもさなんかその容姿でいじめるなよっていうのがまず一つと。 うーんあとなんかやっぱこれってなってる人じゃないとこ苦しみが分かんないんだよねだから俺はもうとにかくね冬に弱いタイプだからこ,うこれからこうどん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 乾燥してくってでさらに悪化するのはまずいからつって俺今こうやってもう頻繁にこうク,クリーム塗ってるんですよクリームつってもあのまあアトピー対策だとだいたいステロイドとあの これワセリンなんですよね。で俺はステロイドよりはワセリンの方がいいなって思ってて俺ワセリンをねずっと塗りたくってるんですよ。そうしたらまあ多少はマシになったんかな。うんでもやっぱまだまだちょっと先は完治は遠そうだなっていうかまあそもそもアトピーって完治がないんだよね。完治がなくて。でまあ,あの収まったり出てきたり収まったり出てきたりの繰り返しだからまあ。 とにかくあのー、あれやね大人になってからもかゆみと戦わなきゃいけないみたいなのがあるんですよ。うん、でそれでもう一生ステロイド漬けみたいなのがあってますス,テロステロイドはあのワセリンと比べるとめちゃめちゃかゆみに対してあのー、なんか効力があるんだけどだでもこう。 ステロイドをやめた途端にめちゃめちゃ悪化するみたいなのもあるらしいからまあ俺は基本的にはステロイドじゃなくてワセあううとねそうあと気をつけなきゃいけないのがね入浴の時なんだよね俺あの基本体ってあの洗ってないんです洗ってないっていうよりはあのなんかスポンジでゴシゴシとかやらないんですよなぜかっつうとまあそれやっちゃうと皮膚が余計に悪化しちゃうからっていうことなんだよねだ だからまあ、なるべく水とこう素手でね洗ってまあ肝部はあんまり触れないようにしてってやってんだけどまあ、そうするとねあのめっちゃあの痒くなるんですよ痒,痒くなるっていうかうんか痒痒気持ちいいっていうの分かりますなんか痒みっていうのって昔はその痛みの小さいバージョンだって考えられてたんですけど今ってもう痒みと痛みって別々に 存在しててでまあかゆ痛みっていうのはある程度耐えられるけど痒みっていうのは耐えられないけれども痛みを加えることによって痛みがかゆみを帳消しにするから、あのーまあ、結局書いちゃうわけですよね。いて痛みににすることによって かゆみっていうのは収まるけれども、結局痛みっていうのは長続きするから、書いた後っていうのはこうじんじん痛くなるわけですよ。まあだから結局皮膚を傷つけて痒みを消しているから、こういうアトピーっていうのはまあ真っ赤になっちゃったりしてるわけなんだけども。もまあ、それがネットでも同じことが言えて、<laughs> ネットでまあ暑いっていう感覚って。まあ痛いって感覚と。まあほとんど同じじゃないですか。だからこう。 あったかいお湯をかけちゃうとなんかもうあーか気持ちーってなっちゃうねでそれでどん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 こう熱湯にしてさどんどん熱いお湯を当てていくとやっぱりそれも皮膚によくないから、まあ、なるべくあのー、なんか低めのお湯低め,低めの水温でだうんなんかあんまり傷つけないようにしなきゃいけないっていう。 まあ、とにかくこう皮膚に気を使わないと後でどん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 自分が苦しむ結果になっちゃうっていうのがアトピーのつらいとこなんですよね。いやーで俺はこれあの医者にはかかってないんですよ医者にかかったってどうせステロ,ステロイド処方されるだけだからだったら市販のワセリンを塗りたくって自分で抑えりゃいいよねっていう話なんだけどまあでもなかなかこれって共感してくれる人いないんだよねだって日本人の10人に1人くらいしかアトピー。 アトピーに苦しめられてないわけだからなかなかねうんしかもなかなか治んないんだよね発症するのは発症するとすぐバーって真っ赤になるくせにこう治そうとしてもこうやっぱ数週間とかかかっちゃうんだよねしかも俺はもうこれ半年以上ずっと真っ赤なまんまだからさまあどうしようなと <laughs> まあ動画ではね露出しない部分だから別にいいんだけど ただ、こうかゆくなるのはこれから先勘弁だなって感じ。ただね。俺、あのバス運転する仕事だと。まあ,あのケにできた時がね。めちゃめちゃやばかったね。おい数年前のケにケツが痒くなって、もうなんか座るのが苦痛だったっていうのがあったから。まあそれに比べればまだ今ってね。全然マシな方なんだよね。 いや一番はねこう全部こうすっきりしてでどこも痒くないっていうすべすべな肌になることなんだけどまあこれってね良くなったり悪くなったりの繰り返しだからどうしようもないんだよねしかもアトピーってこれ遺伝なんだよね遺伝だから <laughs> 遺伝だし難病だしどうしようもないんだよねだけどまあ別にそれって親を恨む話でもないし。 まあ結局普段からこう肌とかねこう清潔に気をつけてやんないと、まあ、どんどん痒くなっちゃうからまあ大変だよねっていう感じとにかくちょっとこれやったらアートピーに効くよっていうのが俺自身もいろいろ試してはいるけどねなんかうんあったらいろいろ教えてくださいうん。 これこれこれわかりますこのこれこれっすよこの、うん、ま,まあまあ軽度か中度っつったら中度に近い感はね気持ち悪いですよね <laughs>。っていうまあ要は俺の唯一の悩みはこれっていうのをお話ししましたバイバーイ。